はい、どうもマロチです。よろしくお願いします。復活の F やっていきましょう。昨日ねちょこっと風邪をひいていたんですけれども、病院行って薬もらってきて、今薬に助けてもらってる感じです。まあペナントの動画から見た人はね知ってるよって感じだと思うんですけども、どうしましょうかね。ちょっとみーちゃんも気になるよね一人に固定できないね藤村くん。遊園地行ける。昨日のなんだっけ、ポエムの女は何だったんだろうね何だったんだろうね。藤村さん見て景色が綺麗にゃ。うん、隣に座ろう。あ、やばいな、可愛いかもなやばいな、可愛いかもな。あれだよね、着物っていうのもまたいいよね。着物が似合う女性っていうのはかっこいいよね。じゃあちょっとね、まあ、小話というか小話なんですけど、まあ、思い出した話なんですけどもね、あ、ちょっと待ってね、お出かけするか。特に、あ、グラブ職人工房行ってみましょうか。面白そうですね。はいはいはい、うん、作ってほしいですね。あ、なんだっけ、 なんかある。2014の時もあったな、こんなのね。難易度変わらずです。はーい、あよ、足立さんじゃないですか。負けないぜ。はい、まあ、着物にまつわる話なんですけども、昔働いてたバイト先、まだ俺が全然10代の時なの話なんですけども、飲食店で働いてて、で洗い場のおばちゃんがいたんですよ。50いくつとか60近かったかな、まあ、結構のおばちゃんがいて、もう絵に描いたようなザ・おばちゃんという感じの人なんですけど、でそのおばちゃん、あのね、履歴書がちょっと紛失するみたいな話があって、そのおばちゃんのじゃなくて、ね、紛失するって話があって、でその履歴書を、まあ、俺も一緒になって探してたのよ。でそのおばちゃんの履歴書が出てきて、履歴書の写真ってさ、証明写真でしょ証明写真でしょ、履歴書の写真っていうのは。そのおばちゃんのやつはね、普通の写真を切り抜いたやつだったもん。で正面から写ってるならまだしも、着物着て後ろを振り返ってる姿だったもん。何したいのか分かんなくて考えられないべ。本当にそれだったの。写真の切り抜きだけでも突っ込みどころがあるのに、後ろ姿で振り返ってる姿を、あの履歴書のね証明写真を貼る場所に貼って、それでまあまあ採用さ、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。大和選手じゃないですか今気づいたよ。今まで動画の中で出てたかな。第4球を投げた、インコース低め、ボール、いいところですが、153キロ直球、空振り三振。ちょっと点取ってもらって、よし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 。さあバッテリー、すいません、どの高橋選手かな、周平君か周平君か。うわー、入んなかった。際どいところでしたが、フォアボールです。3球目空振り、さあ次の1球が最後となるか。投球これから4球目、流し打ち、中田交代、アルボール、よし落とすよ。次は5球目、投げた、ボール、膝元外れます、
カウントは2ボール2ストライク。打った流し打ち。よし。中田そのままベースを踏んで3アウト。ゲームセット。藤村見事な完封。どうも。見事勝利を収めました。前々回がね目標を失ったという回だったんですけども、いろいろ何々を目標にすればいいんじゃないかというコメントをいくつかいただいてまして、ありがとうございます。未だに考え中未だに考え中ではあるんですけども、はい、16まで何とかしましょう。やっぱり多かったのが二刀流的なものが多かったですね。はい、あ、中田さんじゃないですか。わかりますよ。行きましょう。いや悪いね悪いね。ポルシェ売ってたらね、ポルシェ買うの目標にするんだけど、目標か。とりあえず楽しもうぜで始めちゃった企画だけにね、そこの目標を見失ってしまうのはね、もうまあしゃあないんだけど、企画としてやっていく上で何が欲しいよね。見てる側も多分見やすいと思うんです。この動画は何に向かってるっていうのが明確になった方が分かりやすいと思うんですよね。なんだって？カフェか。飲む。目標か。もう二神もクビになっちゃったからな。今ね、まあやるかどうかは別ですよ。思ってるのが、いつだかに小学校で出会った子供、国分くん、彼がプロになるまでやるか、まあどっかでスキップする年はできると思うんですけど、あると思うんですけども。まあ、とりあえずは、今シーズンの時間を利用しながら考えていこうかなとは思ってます。とりあえずもう今シーズンは、ね、始めちゃったから、もう、1年間通してやり続けはするんですけど、おっと、まい。バッターは6番ひじりさん。さあ次の投球、外角に送ってストライク、簡単に2ストライク取り込んだ。第4球を投げました。ボール、これはわずかに外れています。カウント2ボール2ストライクです。次は5球目、投げました、打ちました、いい当たり、ヒット、どんまい。ボールが点々と転がっている。どんまいじゃない、どんまいじゃない。うわ、追いついけないか。追いついた、よし。まあ良くなかったですね。6回3失点、まあ OK です。クオリティスタートですね。二刀流にして盗塁王を目指す、どうでしょう。弱いかな、弱いかな。大谷選手だったらまずやらないことをやりたい、二刀流だったらね。そうなるとやっぱね、盗塁、藤村君の武器と照らし合わせて考えると、多分今藤村君なかなか足速いと思うんだよね。うん、総力71あるから、
で俺打てなくてもセーフティーバントできる人だからそれはセーフティーバントだけはできるから、しっかり総力面の能力を中心に上げていけば盗塁を可能じゃないかな、二刀流で。まずピッチャーとしてやらないでしょ、そこまで盗塁を。まあそこまでって話だけど、そこにがっつり行きたいなって気もしてんだね。秘書、秘書ったら、あ、最初嫌われてたあれか。あきこちゃん行くかな。遊園地、お化け屋敷入ってみましょうか。おう、離れないよ、ずっと近くにいるよ。藤村くんはずっと近くにいて君を見ているんだ。藤村くん、今日は誘ってくれてありがとうございました。そういえば思ったんだけど、藤村くんのこと藤村くんっていう子ってこの子ぐらいじゃないかな。はいよ、負けないぜ。とりあえず今出てる目標としては、まあスキップありきの話にはなるんですけども、国分くん、ちょっとごめん名前があんま覚えてないけど、確か国分くんだったと思うんだけど、あの子供っちがプロになるのを見届けるか、二刀流にして盗塁王のタイトルプラス投手のタイトル何か獲得。まずは1回の表、トップバッターは金子、現在の打率は2割9分5厘。今出てるからね、金子ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました、タッチはセーフ。第3球を投げました、アウトコース高め、直球は外れてボール、完全なボール球、カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた、あーやっべーかな、よかった。もう一回一塁へ牽制球。いやー嫌なランナー、かなりランナーの動きを警戒しています。ああいうランナーにはなりたいですね。ストレート投げて打たれそうな気がする。いやー走られた、三振、盗塁を許します。金子今シーズン20個目の盗塁を決めています。第6球を投げた、打ったに当たりだ、取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第5球投げた、インコース引っ張った、これは右へ切れていきます。投げた、打ちました、ファウルボール。第7球を投げた、打ちました、内野ゴロ。中田自らベースを踏んで3アウト。ファイターズこの回ふと思ったけど、俺なりきりのあのアングルで、あーごめん、ランナー全く考えてなかった、今投げた瞬間気づいてごめんなさい。さあ5球目打ちました、なりきりのアングルで俺できるかな、セーフティー慣れればいけるか。よし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 、藤村くんいいよ。3回の表が終わって1対0、もう投手面のタイトルも総なめしよう、全部取るぐらいでいいわ。4回です、ツーアウトランナー1塁という場面で森、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、ストレートはボール、わずかに外れました、カウント1ボール1ストライク。惜しかったな。次が4球目、投げました、打った、レフト前進、あー取れない、森いいバッティングを見せる。第5球投げました、フォーク、よし、空振り三振、低めの変化球です。ファイターズこの回やられたぜ、一塁二塁のピンチでしたが、二盗塁やりたくなってきたな。打者操作は面白い、やってて。ここまで2安打、森、ファイターズここは何としても抑えたい場面、流し打ち、ファール、
さあ7球目打った杉谷ダイレクトでボールを掴んでアウトゲームセット藤村見事な完封どうもなんか今日早いですねあっという間な3試合かだいたいね最近いつも3試合刻みで取ってはいるんですけども藤村くん三振どんぐらいいった とりあえずパワーポイントでバントなんかバントがなんか上手くなるのかなバント系の能力を得れるのかななんかねそういうアイテムがパワーポイントのショップで売ってるからそれ買えば今俺がやろうとしてること手助けに全然なるんだよねね8月かあと あれかまだまあ CS はもう確定だべあと多分4本5本ぐらいで今シーズン終わると思うんですよ日本シリーズまで含めても終わんないかな4本5本終わりそうだよね4本5本の間にいただいたコメントとかとも照らし合わせてので考えようかなとりあえず今のところの予定では二刀流で盗塁王のタイトルを取りたい俺盗塁下手だっけ盗塁下手か俺いや分かんない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 2016になったらすげえ上手くなってるかもしれないから俺盗塁下手だったな何やったってタイミング合わせられなかったんだねだからいいんじゃないかだからこそいいんじゃないかねえだからこそいいよねそれいこっかそれ行きましょうかよし、コメントねいくつか読んでいきます個人的にやっぱアキちゃんは好きになれないいやー好きになってあげて前々回この声のトーンはプロスピで取りだめしてた時の声だからちょっと飽きかけてますねしっプロ野球全体で見るとマジック点灯最速記録は南海ホークスの1965年7月6日でマジックは62です、なんでこのゲーム中での2チャームは最高記録ですねとちなみにリーグ優勝最速記録は巨人の1990年の9月8日です9月8日あと1ヶ月だ大体あと1ヶ月今8月6日でしょううわーどうすごくね早くねだから最速記録かだから最速記録か9月8日けどあれだね比較的最、ま、90年はね最近って言っていいか分かんないけど近代野球だよね言ってもね、今作は奥井の妹がいません、奥井の妹とばかり結婚してたので残念ですでも春日野ちゃんが可愛いから許す春日野ちゃん人気高いですね、18歳か秋ちゃんですね18歳か実際公になったら例の人と同じだなと思った人は俺だけじゃないはず栄子ちゃんねちょっと待ってよあと目標としてエナツさんの奪三振、シーズン401を超えるというのはどうでしょうちなみに今は184間に合うかあと約70だぞ間に合うかなんとかなるかギリギリって感じかよ俺もマイライフやってると突然目標を見失ってそのまま放置してしまうだよねだよねって俺が言っていいのか分かんないけどもさ動画を撮るとなれば企画として方向性定めたりするじゃない今の俺が何とか定めようとしてる感じで普通にやってたら
なかなか難しいところではあるよね。まあ、人によると思うけどさ、難しいのかなって気はするかな。まのうちさん、大谷みーちゃんと付き合って、みーちゃん可愛かったですね。総力 B まで行ったら一回ミート上げて、来年から二刀流やったら野手の方でも目標できるんじゃないですか。どうしたろう、この能力ぐらいがなんか面白そうな気もしないかな。まのちさんが野球を好きになったきっかけは新庄選手ですね。あの人が野球を興味ない人を取り入れようとして、そこにもろに乗っかったタイプです。やっぱり二刀流が多いかな。イベントをすべてやるのどうでしょうか。あー、それはね、この企画中は難しいかな、というかやりたくない。どうしても攻略サイトとかを見ながらやっていく感じになると思うんですよ。今はね、できるだけ攻略サイトとかに頼らず、まあ、言ってしまえばわからないを楽しんでいたい、というかそんな感じですね。二刀流か、二刀流になりそうだな。まあコメントではやっぱり二刀流が多いですね。ありがとうございます。申し訳ないね俺が目標したのと知らねえよって話だからね、大体は大体は知らねえよって感じだからね。いや、ありがとう、本当にありがとうございます。助かります。よし、じゃあ、今回短めになっちゃったかな、わかんないですけど、ここら辺で終わろうかな。もうちょっとでね、今シーズンも終わるんで、ラスト頑張っていきましょう。おそらく二刀流に手出しそう。今の俺の気分的には、気持ち的には。はい、ということで、今回ここで終わりましょう。終わります。バイバイ。